はようございます。おはようございます。さあちゃん、はい、みほちゃん、はい、なんか3人で不思議な感じします。じゃん、なんでしょう。日焼け止め。お、見たことあります。見たことある。結構ね、置いてありますよね。8個株式会社のこのゼロホールシリーズ準備してます。はい、はい、でスポンサー様より、はい、ゴルフ×アスリートな感じ×日焼け止めが伝わる面白い企画をやってほしいということでやってきました。リザちゃんとみほちゃんによるマッチプレ実演。ついに直接対決ですか。そうそうそう、マッチプレ。それをまあ私がよくわかんない感じで解説。はい、よくわかんない感じで解説、うん、解説とチャチャを入れてあ、なるほど。あのマッチプレに関してはね、お届けしようと。日焼け止めに関することの、 あの情報と商品をお届けするということで、はい、交えてお届けするということで、はい、行っていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、マッチプレー行っていきたいと思います。いくぞ。ほう、あのクラブ17本ぐらい持ってるんで違反だと思います。今日はマッチプレーやばくないです。え、すごいね。何なのこれ。完全舐めてますよね。ドラコン用のクラブ。後ろのハートに大丈夫。14本なった。こうでもしないと勝てないから。ティーどっからにしますか。レギュラーティー。レギュラーティー青。でもどう、勝てそう。これ聞く。分かんないけど。なんかだって分かんないですよね、実際やってみないと。そっか、みほちゃんもどうなるか分かんないもんね。振るんで。怖い。じゃあもうとにかくドラコンでいて。ドラコン選手に勝てるわけないじゃんね。そもそもマッチプレーってどういうものなのかってご存知ですか、皆さん。5ホールごとに、ホールごとの勝敗、勝敗ね。例えばみほが勝ったら、ワンアップね。私がワンダウン。ワンダウン。ああ、はい。その丸の数。丸の数をね。じゃあそれをいちいち私が。いちいち。はい、今みたいに。いちいち。OK、OK。はい。よろしくお願いします。お願いします。わー、振ってます、朝行ったのに。バンカー。バンカー？結構適当に打つんですね、みほちゃんは。ちょっと待って、今の解説？結構おりゃみたいな。ああ、バンカー入っちゃった、もういっかみたいな。4番です。お願いします。お願いします。リサちゃんの朝一ショットはどんな感じになるのでしょうか。ナイスショットです。イエーイ。これはいいところに置きましたね。なんか2歩が飛びすぎて私が全然飛んでないみたいになってる。そうそうね、本当にあれまずいんじゃないと思ったけど。なるほどね。だじゃあ行きましょう。はい、ちょっと今、まあ、普通に置きに行ったかな。あんな飛んじゃってるよ。すごいよ。さあ、みほちゃん。朝一で、朝一。朝一で、りさちゃんのドライバーを何ヤードぐらい？30ヤード以上。これは2オン狙っているんですかね。解説っぽい。でしょ。ここ2オンできないので、もうバンカーって毎日飛びます。なるほど。意外に硬いですね、セカンドは。
名前にぴったりです本当に。なんかやっぱいつもと違うような気がする。多分126ヤード。ちょっとやっぱキリッとしてますね。うん、いつも負けられないから。お、後輩とは言え。9番持ってます。9番どうや。感じにグリーンに乗って美穂ちゃんにプレッシャーをかけたんじゃないでしょうか。美穂ちゃんの方が短いですからね、距離80ヤード。80ヤードです。50度です。50度。もうこの距離はベタピンにつけたい、そんな感じですかね。リサちゃんがいい感じに乗せてきてるので。もう打ち込んでるね。これはもう2人ともバーディーチャンスなんですけど、2人ともちょっと難しい傾斜ですね。下ってます。やっぱ朝旗ありがとうございます、うん、これはマッチプレーとか試合感って始まっちゃうと喋んなくなっちゃいますね。大丈夫、私は喋るから。2人はもう真剣で全然喋りません。私がちょっとこう話しかけるのも気まずいんですけど、バーディーパット。おー、入る。あー、切れた。美穂ちゃんが今、チラッと、やったみたいな顔してました。ナイスバーディー。あー、今のはちょっとね、バーディー取りたかったですけどね。ありがとうございます。スクエアですね、これは。すごいバチバチ。今回のこの日焼け止め、はい、ゴルファーのための日焼け止めということですね。よく見ますよね、ゴルフ場とかにもね。見ます ね。で、全部で14種類もあるそうです。たくさんある。ね、いっぱいありますよね。プレー前、プレー中、プレー後。いうふうに測れてます、はい、プレー後もあるっていうことで、ね、今リサちゃんが持ってくれてる、はい、こちら、これはゴルフアフターローション、ナンバー20、サラトロミスト、うん、トロトロミスト、あ、サラトロミスト。サラトロミスト。じゃあちょっと使ってみます。はい、これすごいよ、はい、あのね、ミスト状になってるから、はい、シュッと、例えば塗りにくい部分、背中だったり肩だったり、こういうのとかこうとかね、シュッシュッとこう、うんうんうん、じゃあちょっと代表してここに行ってみます。はい、まだ、あ、サラトロ、あ、どう、あ、サラトロ、サラトロ。めちゃ伸びる。あ、しかもね、匂いはないんですよ。あ、ほら、なんかしっとりしてる。リサちゃんに塗ってもらってるけど、プルプルになったよ。なんかさっきガサガサだったけど、え、ひどい。ちょっとね、乾燥気味。ガサガサなんだけど、なんかトロトロになったよ。ちょっと乾燥…あ、すごい、すごくない？しっとりしました。肌に潤いを与え、乾燥を防ぐもの。あ、ほんとアフターケアだね。結構なんか、怠りがちの部分を簡単にこうシュッシュッってできる感じですね。乾燥しますもんね、日焼けすると。すごいする。よし、もっと左狙いたかったですか。いや、あそこでいいです。あそこでいいんですね、はい、あの右の木が250だったんで、はい、なるほど。そんなに左狙わなくていいかな。うーん、右の方が広いんですね。はいはいはい、それを踏まえ、リサちゃん、しっかり聞きました、今の説明は。はい、あ、アドバイス。
行ってた。そうですね、思ったより右に出ちゃいましたね。はい、バンカーの間ぐらいに落ちたのかな。バンカー手前だったかな。何ヤードですか。150ヤードです。150ヤード。何番で。7番ですね。ちょっとなんか左足下がりでちょっと存在そうなんで、ラフに。はい、リサちゃんセカンドはちょっとショートしてバンカーに入ってしまいました。でさっき微妙に雨が降って砂がね、どんな感じか朝一のバンカーショットだったので砂の状態よくわかんないかな。やっぱ砂重いね。やっぱ雨でね。攻めてる。曲がって。悔しいですね。固めに内側につけてきました。先していいですか。はい。どうぞ。ということで負けたリサちゃん、ピックアップしてください。はい、ガーン。ありがとうございます。負けた。勝負の世界は厳しい。結構上げてますね。はい、142のアゲンスト7番アイアンで。7番アイアンでちょっとね、巻いちゃうとね。ドローヒッターはちょっと打ちづらい。ロングパット打ちづらいですね。ダフってあ、でもまあちょっとやっぱドローヒッターには同じようなミスしたんか。この右にピンがあって左からの風をすごい受けるじゃないですか。なんか右に出しちゃうと、うん、風で戻ってこないような気がする。はい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 、なるほどね。にくかった。ドローヒッターにはね。二人とも同じドローヒッターなんか。打ちづらいんだろうなって思いながら、二人とも同じようなロングパットが残りました。私ね、今ね、解説ダフったちょっと違うって言われました。ちょっと手前から入りましたとか、かなり手前から入りましただったかな。リサちゃんもう集中してます。パターへ。先輩の意地を見せました。なんというかコメントもすごくしづらいんですけど、ただ見ててめっちゃ楽しいですね。はい、ごにょごにょもっといなんか言いたいんですけど、あまり邪魔しちゃ悪いなと思って解説しに行く。この近くで解説しなきゃいけないっていうの。そうそうそう、聞こえちゃうんだよね。全然いいよ。本当大丈夫。気になる。全然大丈夫。本当クスってなんないかなと思って。大丈夫。
ということが出たので、お許しをいただいたので、もうちょっと喋っていきたいと思います。ほら今、オールスクエアになりました。感想をコメント欄にてお待ちしています。入ってください。そして、ゼロホール様の電話専用サイトで購入した方限定でプレゼント企画も実施されています。電話で注文された方、インターネットで注文された方、リンゴルフを見たと書いてくださった方に UVC とプラムブロッサムの香りをプレゼントいたします。期間は2018年8月末まで、人数制限はございません。ぜひご参加ください。お待ちしてます。お願いします。